3種目を終えて 1.950 の差で3位を追いかけます内山由紀。完璧な演技をして上位陣にプレッシャーをかけるのみです。構成を全日本選手権よりも上げて臨むゆか、最初のシリーズが大きな山場です。こういった手足の長さを生かした、そして柔らかさの中に強さを秘めた演技にご注目ください。テント宙返りからの3回ひねり、最後ジャンプまでつなげました。この後も宙返り連続 0.1 の加点になります。この後はダンス系の技です。内山はアクロバットは3本です。これが最後、ピタリと決めてきました。しなやかに演じました内山由紀。手足の長さ、まあ通常の